C. G. S. をおがのみ様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、テレビでもなじみのコレクターの北原輝久さんにお越しいただいてます。北原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 ネット ＴＶ ではい四年ほどやってるんですけれどもはい素晴らしいねありがとうございますもともと日本の歴史とかですねたまに政治経済も入れながら日本人がもっと日本のことをよく知ってあの誇りを持ってですね世界でこうもっとこう貢献し発信していこうというようなそういうこう若者向けの番組を作り続けてるそうですかはいやいやそれはねいいことですよ本当にやっぱり日本人は日本のことをねもっともっと知るっていうことはね大事だしねまあルーツだからねそうですね。 そういった番組の中で私は今日あの来ていただきましたのはこの北原さんの本でですね言葉の力って書いてありまして至極の日本語ちょっと噛みましたけど自生の句という本を出されているということを私の知人からあのご紹介いただきましてで内容を読んだらものすごくいいんでそうだろういやあのねこれ僕ねまあ本はもう72冊出しているんですそんなに出されてるんですねでもね一番時間かかってまあ一番自分の中でね どの本も自分なりに僕はいいと思うから出しているんだけどでもこれはねこの「珠玉の日本語」「時世の句」これはね秀逸だねやっぱ時間もかかったしでしょうね私読んでてそれ思いました冊読んだあそんなに読まれてそれで3年かかった3年この薄さなんですけどでもこの薄さの中に何十人っていう方のね時世の句が織り込まれててそれどういう思いだったかっていうことなんでね そのまあ、ちょっとこれは帯はないんだけど、はい、ここにね「はい、その覚も魂を揺さぶる日本人の潔さ熱さ美しさこれは私のコレクション中最も感動的なものだ」というね、はい、ここに帯に書いてあるじゃない、はい、この「覚もっていうね、はい、これがいいのよ。うん、これ「覚悟」っていうのはこれ照山修二さんっていう詩人がいて。はいはい そのまあ、われの年代、僕は今六十九なんだけど。はい、その、もう、本当にカリスマの詩人なんでね。うん、寺山修司。はい、ここで習いました。授業で、はいそう。その、ちょうど学生運動が一番激しい時。はい、その頃に読んだ詩でね。その、故郷の鉛なくせし友といて。はい、モカコーヒーの核まで逃がし。という。はい、ね、その詩があるわけ。うん。故郷の鉛なくせし友といて。はい。 モカコーヒーの「かくまで逃がし、はい」というその言葉「かくまで」っていうね「うん、かくまで逃がし」っていう、はい、その言葉に僕はグっときたわけ、うん、その「かくまで」っていう言葉ってすごいなってこの「かくまで」なんかに使いたいなって、うん、でもその「かくまで」っていうとここにちょっとどうしても合わないわけ、はい、そこで「そのかくも」っていうね、うん、ここに「そのかくも」って言葉を入れて。 ちょっとしたこんな言葉だけど、でもそういう背景があって、その格も魂を揺さぶるっていうね、ここに来たわけ。それでこの本の出すきっかけなんだけど、実はねあの何でも鑑定団何でも出られてますね。そう、もうあの23年、もうする24年になります。そんなになりますか。解禁書は僕だけですからね。そうですね。初期から解禁書はすごいよね。素晴らしい。 それでその最初、今は天王寺というところに、はい、まあ大きなねあのスタジオがあるんだけど前はテレビ東京の,、はい、あ,のあれはあの東京タワーの下にその芝公園スタジオっていう、うん、まあレンタルスタジオみたいなのがあってそこで収録をしていた、はい、ああそうだったんですねそそれでそこにに、行くのの、ま、最初の頃だから、ねはい、あの。 まあ僕もそんなテレビね今はもういろんなテレビ出てるんだけどまだ出てなかったんで、まあ、そこに行くのに新橋から、まあ、タクシーで、ね、行ったりしていたんだけどたまたまね天気良くて歩いてったわけ、はい、すごい天気のいい日で、うん、それでこう日比谷通りを行ってあの東京タワーの方に向かって歩いて行ったらそうしたらね囲碁だとか、はい、将棋碁盤だとか売ってるお店、はい、これ珍しいじゃないそうはあんまり見ませんよね,ねもう。うん それがあって、まあ、鑑定団でもね五番だとかそういうものが出てくるんで「ああこれはハマグリの楓でできてんだよね」とかね <laughs>、はい、<laughs> 思うじゃない、うん、それで何でも興味ある方だから、はい、それで見て「うーん」って珍しいよねこういうお店はと思ってふとそのままほんと1 0ルぐらい行ったらこう石が立ってた、はいね。それで車道と歩道のところにそれで「あれこれ何かな」って普通だったら見逃しちゃうようなものなんだけど僕はもう何でも興味あるから見たの。は そうしたら朝のの神、浅野匠地って書いててある。の神って言えばね、はい、あの中心蔵で心、ね、その松の廊下で人情に及んで、はい、その日のうちに、うんね、その田村藩にお預かりになり土間で切腹だからまあしらですで、ね、大名が、ね土,間ね、土間で切腹ってどういうことなんだろうって、うん、これ悔しかっただろうなって、はい、そうしたらそこはね田村町南町目ってバス停だったから、うん、あ ここってもともとは田村藩があったんだって。はい。あ、なるほどねって思って。うんはい、そこで一つなんか、あ、そうなんだって一つ納得できて。うん、そうしたら、その石塔の横にね。その。風誘う。花よりもなお、我はまた、はい、春の名残をいかにとやせんと、うん。はい、時勢が書いてあるわけよ。<laughs> うん、よくでも、腹切る直前に、ね、その。咲いたばっかりの花が風で。 出ちゃ悔しいだろうな。はいうん、でも、その花より、俺のほがもっと悔しいんだという、うん、風刺す花よりもなお。はい、我はまた春の名残をいかにとやす。はい、それを見た時に、もうグッときて。うん、これ言葉の力だよねって。はい、ね、この時勢っていう、この力って言って何なのかなって、うん、そこから始まったんですよ。なるほど。だ、それでこの冒頭に、その歌が、こう書かれてます。そうですね。そこからね、はい、僕の好奇心。 もうやったらあのもうよく僕はあの参観をって関心感動感謝ってね,ね<の>はいあの言って何でも関心があって興味があるんで、うん、そっから調べ始めたはいそっから三年かかってできたのがこの本なんですこの時勢のこうずっとコレクターされていったわけですねそう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 したらね、うん、いやすごいなって日本ってすごいって、はい、再認識したうんそれはこうよくねその まあ世界中いろんな国があって、はいね、それでよくこう、まあ、死に際の言葉とか残ってる国はたくさんある、はい、残ってる人はたくさんいる、うん、でも日本ほどこれだけまとまって自の苦といいうジャンルである国はない、はい、これはなぜかというとやはり日本人の持っている武士道という精神的なもの、はいうん、もう一つは日本語の美しさで、ねはい、全くその日本語っていうのは例えば五七五って っていう俳句だよね。五七五って十七文字でイメージの世界に行けるわけ。はい、たった十七文字でそうですよね。想像できますよね。でしょう。はい、でも。この時勢というのはほとんどは単歌なの。はい、っていうことは五七五七七三十一文字。いいはい、これはあの味噌ひ文字って言うんです。三十一文字で自分がいき生きてきた。そのメッセージを伝えられる民族は本当に日本しかいない。うん それで、ねはい、本当に興味を持って調べたらなんとまあすごいなって我々日本人の,、ね、その本当に多分皆さん、ね、言葉で聞いたら、ね、坂本龍馬もそうだし、うんはい、豊臣秀吉もそう徳川家康もそうだって、うんね、もういろんな西郷隆盛だとか吉田松陰だとか、はい、いろんなこと 方たちがこんな言葉を残して、うん、その言葉の一つ一つに、はい、やっぱり力があるっていうことは分かったんですよ。うんはい、そうなんですよね。本当三十一文字で思、うん、いをね伝えて、そしてらね景色も描けるじゃないですか。そうそうそう。ねで当然短い言葉なんだけども、自分の最後の思いですから、それとの人生を表しますよね。そう,そうなんだよ。それで伝えたいメッセージなんだよね。うん、それがだからこう自分がね。 自分の体はなくなくるとでもこういうメッセージは伝えたいなっていうその言葉本当にそれは力があるはいですね。 はい、この本ですね。あのもう中身入っていくとどんどんあれなので、今日はまあ一度本の紹介ということであのお話しいただきましたけれども、ぜひ皆さん、あのなかなか自性の句をこれだけしっかりまとめてる本で、私も他に探したんですけど、うん、なかったので、ぜひ一度手に取っていただいて、見ていただきたいなと思います。実は私もこの番組でちょっと、言葉の力っていう番組を、ねはい、あの日本の言霊っていうのをやってまして、 それををきっかけに今、和歌を少しし勉強してるんですよ。そ,ね、そのお話がきっかけで「赤目、うん、さん自生の句を書いてらっしゃる先生いらっしゃいますよ」って、うん、で北原先生をご紹介いただいているのでそうですかそれはよかった、はい、<laughs> ですので皆さんぜひね読まれて皆さんもねそんな難しいことではないので自分の思いをあの和歌にしてみるとかっていうきっかけにそれではどうかなというふうに今日はご提案をさせていただいて一回締めくくりたいと思います。